皆さんこんにちは今回は円と直線の接する条件について考えていきます円と直線の位置関係というのは円の中心と直線の距離 D を測ることによっていろいろな問題が簡単に解けるようになってきました今日はその中でも円の接線に関して考えていきたいと思います今回のテーマを確認していきます円と直線の接する条件 円 C の中心 A と直線 L の距離を D とするここに図が書いてあります円 C の中心 A と直線 L の距離を D とする今この図は C と直線 L が接してますね C と L が接するとはどういうことか D と半径の R が等しくなること D イコール R これは3の21で学習してきました3の21でね、えー、でも今回改めてこれをポイントとして 円と直線の接する問題を考えていきたいんです。どんなことをやるか、例題でねその内容を確認しておきましょう。はい、例題の問題文をちらっと見てください。円 C x 乗プラス y 乗イコール r 乗ね、r は具体的な数ではないんですね。今直線 l y イコール4分の 3x プラス4分の25具体的な式です。はい。 この円 C と直線 L がドンピシャとね接するためには半径 R がうまい値にならないとダメなんです円 C と L がピタッと接するためには R がうまい値になったときに接することができるんです今回はこのような問題を考えていくんですではもう一回ポイントのところに戻りますはい C と L が接するこの図が大事求めるのは A と L の距離 D ねこれは点と直線の距離の公式ですでは 点と直線の距離の公式を用いて D を求めてそして半径とイコールで結ぶこれが今日のテーマですではそろそろ例題に入っていきます、はい、では例題を考えていきましょうこの円は原点 O を中心としていますでも半径は具体的な数では与えられてません文字 R なんですね。 そして直線 l は具体的にな、えー、与えられています。えー、この直線 l と n c がピタッと接するためには、先ほども言いましたように r がうまい値にならないとダメなんです。実はね、この n c はね、この円 c はね、本当は動いてるんですよ。ね、まずその動き方をちょっと確認してみましょう。はい、図を出してみてください。出てきましたね。直線 l がありますね。n c がいますよね。今ね。 この半径 r がね短すぎて半径 r が短すぎてね、円 c と l は離れてるんですよ。はい、では次の円出してください。お、今度は円 c がピタッと直線 l に接しましたよね。これはね r が半径 r がちょうどいい値になってピタッと接することができたんです。r がうまい値になるとこの状況が完成するんです。はい、では次の図を出してください。 はい、これはね、R、半径 R が大きすぎて、半径 R が大きすぎちゃってね、C と L が異なる2点で交わってしまってるんです。はい、この円のイメージ湧きました。半径 R の大きさによってこの円は動いているんだっていうことなんです。半径 R の大きさによって円は変化し動いているんだと。R がうまい値になると、この真ん中の円になることができるわけです。では計算を始めていきましょう。 では計算を始めています。C の中心ね。NC の中心は原点ですね。と直線 L ね。この距離を測っています。えー、ただしこれは点と直線の距離の公式を使うためにイコールゼロで固めないとダメなんです。イコールゼロ固めね。分母払います。 3x 分分母払うと4がこちら側にやってきます。3x 引く 4y プラス25イコール0。C の中心0,0と L 分母払ってイコール0型もね。L の距離を d とする。 D は点と直線の距離の公式を使えば簡単に計算できます。D イコールルート分の絶対値ですね。ルートの中身は x の係数が3です。y の係数がマイナス4ね。3の二乗プラスマイナス4の二乗。 距離を測る点はロ代入するとまあねちゃんと書いておきますね「0代入」引くことの「0代入ね」ねはい分母はいくつになりますかルートの中身は 9+16 ルート25ルート25って5のことです分子は絶対,に絶対値25そのまんま25ですね5なんです そして今回ははいよく見てくださいね C と L が接してるんです C と L が接する C と L が接するのに接するには D は C と L が接するには今回のテーマポイントは何でしたっけ 半径と D が一致することなんです。C と L が接するのには、D と R が一致ね。求めているのは半径の R ですから、R イコール D イコール D は5ね。はい。これが求めている半径なんです。皆さんわかりましたか半径の R が5になったとき、ピタッと、 直線 L に N C がピタッと接することができるわけです計算するのはね D だけだったんですね実際にはねはいここまでの流れしっかり頭の中に入ったでしょうでは例題の解説はここまでとしますはい練習問題を確認していきましょう N C 原点を中心としてますね半径はル √10 ですそして直線 L は Y イコール 3X プラス A 今この直線 L はね、実は動いてるんです Y 切片のところが文字 A が使われてるんですこの A の値がいろいろな値を取って実は直線 L は動いてるんです L と C が接するとき A の値を求めようですねまずこれのイメージ図を作ってみましょうここに円 C があるわけです中心は原点を 半径はルート √10 です円はこのくらいのラフスケッチで OK ですでは今回はね、この指示棒で直線 L を見ています直線 L は傾きが3です Y 切片は A でどんな値かよく分かっているんですまず直線 L は傾き3だからこんなイメージいいかな直線 L は傾き3ね今直線 L はね、円 C の上側にいるわけ そしてこの直線 L は動いてるんです Y 切片が変化してどういう動きをするかよく見ててくださいねこれが上からスルスルスルっと落ちてくるんですそうするとここら辺に来るとピタッと接するわけですピタッとねそう、今 L は動いていて傾き算を保ちながら動いています今は共有点ありませんここに来てピタッと接しましたピタッとね。じゃあここでちょっと線引かせてもらいます と直線 l が降りてきてピタッと接します。そして、l は傾きさんを保ちながら下の方に降りていきます。異なる2点で交わってますね。異なる2点で交わってますね。異なる2点で交わってますよね。そしてあるところまで来ると再びピタッと接するわけです。はい、接するポイントはもう1箇所あったわけです。 これが問題 L が問題文の L が接する状態になってるんです接するような L は二本はあるんですつまりここの A の値は Y 切片 A の値は二つあるということなんですでも今回のテーマはもう決まってたわけですテーマはね何が決まっていたかこれなんですね円の中心と直線の距離 D を測って D イコール R R は今回半径ルート10ですよ D を計算すれば速答できるわけですではエンドの中心原点 O00 と直線 L、えー、イコール0固めをしなくちゃまずいね 3X-Y マイナスプラス A イコール0とあ原点 O と原点 O と L の距離だね ちょっと影になっていたかもしれないからもう一回ゆっくり言います。円 c の中心は原点 O そして直線はイコールゼロ固めをして点と直線の距離の公式を使いやすくした形に変形してあります。プラスイコールゼロ O と L の距離を D としました。では D を計算していきます、D、はルート分の絶対値です。 ルートの中身は、X、の係数3三の事乗 y の係数は1マイナス1ス一の二乗距離を測る点は00ね0代入0代入するとプラス、A、ですイコール分母は 9+1 ルート10ですね。 そして絶対値はどううなるでしょう絶対値の中身は A ですでもねこの A は正の数か負の数か分からないから絶対値が取れないですここケアレスミスしてね絶対値が外れると思って A なんて書いちゃダメだよ A は正か負か分からないから絶対値 A がそのまま残るんですはいそして C と L が接する C と L が接する d イコール,ルート1 0をやればいいわけです。C と L が接するには、D イコールルート10です。D イコールルート10ね。D は今上で計算されています。ここにルート10分の絶対値を代入するわけです。 よってルート10分の絶対値へイコール10。D のところにルート10分の絶対値へを代入しました。分母を払います。分母を払うと、つまりルート10が右辺に上がってきて絶対値へ。 ルート分母のルート十がこっちに跳ね上がってルート十かけるルート十で十です。つまり絶対値 A は十なんです。絶対値 A が十ということは中身の中身の A がプラスマイナスルート十なんです。以上から A は。 プラスマイナスの黒板の下ギリギリになっちゃったけども接する条件は D D イコーールルート10、D、は上に計算してやるこれをここに代入してよってルート10分の絶対値イコールルート10ルート10を跳ね上げると。 絶対値 A が10絶対値が10ということは中身の文字 A は文字 A はプラスマイナス10になっていくわけですはい最後のところ、えー、絶対値が残りましたけどもそれほど絶対値の処理は難しくない問題でした最後のところだけ注意して、えー、復習しておいてくださいそれでは練習問題の解説はここまでです はいでは今回のテーマを復習しておきましょう円と直線の接する条件これは3の21で学習した D イコール R を使う問題のわけですただ今回はこの D と R の関係を使って接線の方程式を求めてみたりあるいは円の方程式を決定したりしたわけです例題と練習問題をよく復習しながら D イコール R の意味をねしっかりと頭の中にインプットしておいてください それではこれで今日の授業は終わりにします皆さんお疲れ様でした